こんにちは、いちごりチャンネル。急に始まったじゃん。ああ、急に始まった。食べ物何にもない。いきなりじゃん。ちょっと編集点つけてあげて。わかりました。ここ使ってほしい。フラットすぎる。あと一個言っていいですか。あのね、どんどん私ね、狭くなってくる。二人してなんか動いていく。そら、あとらやっぱりさ、近づきたいんじゃないの。違う違う、あのガクさんもイチャラさんも両方でこうなんかね、圧がかかるから。すみません。揺れないようにしないとね。うん、そうですね。揺れないようにね。はい。じゃあ改めてお願いします。はい。はい、こんにちは。違う、間が、はい、間が、はい、です。じゃあカウントカウントしますんで、はい、いいですか。はい、じゃあ行きます。はい、じゃあお願いします。いきます。3、2。はい、いちごりチャンネル、今日は中井岳さんと峰原由紀ちゃんにゲストに来ていただいて、4ホール対決の後半戦ということで、ここまで中井岳さんがトータルで1オーバーで、自分が2オーバー、1ストロークビハインドということで、まぁ、ちょっと峰原由紀ちゃんのプロマイドじゃないですか、チェキチェキチェキ、そう、昭和か、昭和か、昭和か、プロマイドも欲しいですけどね。なかなか最近聞かないワードだよ。ちょっと今ずっとあの進行を任せて黙ってようと思ったけど、さすがに突っ込まざるを得なかったね。いや、あとなんか私さっきずっともらいこられてるんですけど、あの、じゃあ揺れないようにしますって言ってから、もうそこ5秒後にもう揺れてる。そうそこはあえて突っ込まないでおこうと思ったけど、ね、はいはい、あと色紙イラストですね。そうですね、峰原画伯のもう色紙イラストにサインをいただくと。そうです超具ということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。12番ホールパー4で、今日 B グリーンなので377ヤード、ティーショットであのちょっと右サイドに行ってしまうとセカンドがもうピンが見えなくなって狙いづらくなってしまうんで、左のフェアウェイが狙い目だと思います。あ、うわー、どうしようかな、これ考えるな、うん、考えるんですよね。行ってみようかな、うん、ゆきちゃんカード、峰原カードえ、またドライバーですか。ドライバー、いやだって俺まだドライバー選択してないじゃん。あ、そっかそうなので、はい、ここは僕じゃ あの先行で、峰原カードなので、はい、じゃあよかったら。わかりました、はい、じゃあドライバー行きます。お願いします。狙い目はフェアウェイ左サイドですね。はい、球捕まえていきたいんですけど、うん、ちょっと捕まえすぎると左OB が怖いんで、うん、ただちょっと今風は左から来てる感じですね。あ、そうですね、左からの、うん、ちょっとアゲンストめになるんですね。ちょっとアゲンストっぽい感じですね。はい、うわー、ちょっと左警戒しすぎた。いやでも大丈夫じゃない、あれ。はい、なんかやばいな。一発目が綺麗すぎて、ちょっといや、いいんだって、何発でも打てないと。まあそうっすよね。あ、そうっす、はい、100切りですもんね。はい、そうだよ、100切りのことを考えたらさ、はい、全然大丈夫。はい、行ってみよう。ほんにゃ、打ちます。はい、止まってマジかよ。 OB、 あれ右、あれ OB、 OB っすね。ちょっと待って、どんまいじゃあ俺こっから打ち直しか。どんまい、こっから打ち直しか。 OK、 すごいどんまいって。嬉しそうにどんまい。待って、今何が起きてそうなったんだ。もうなんであんなとこ行った。ちょっとどうなってはりました。向きはかなり右向いてた。本当ですか。線合わせたのに線がもう右向いてたのか。多分なるほど、ゴルフって難しいですね。ゴルフって難しい。ゴルフって難しいよね。さっきあんなに綺麗で、でもそうなってくると、うん、あのセカンドも心配ですよ。ちょっと大丈夫、大丈夫だよ。大丈夫だよ、大丈夫だよ。マジか、わかんねえぞこれ。まあグリーン方向よりはまあバンカー上かな、多分。バンカー左、アドバイスしそうになっちゃった。
いやコース知らないんだもん俺。もういやもうでもバンカー上 だと思いますよ。バンカー上だよね。てかまあ316ヤード、はい、見えてるところ見えてるところに打ちます。はい、でしょ。全然見えてるとこ打った。いや木の後ろ。そうなんですよ、ガッさん。え、木の真後ろぐらいじゃないですか。そうなんですよ。バックから300ヤード飛ぶと、あの木の後ろっていうの説明僕してなかったですね。アウェーやぞ。船橋カントリーアウェーやぞ。めちゃくちゃ飛びましたけどね。いいボールでしたね。はい、次行きましょう。次。うーわマジか、木の後ろじゃないのか。俺分からないですね。あ、え、なんですか、あのバンカーに刺さってます。え、え、そんなこと。 あんな右行きました。あれそういやだからキック、あんなことあります、ガクさん。こんなアンラッキーっていうか、こんなアンラッキーある。マジか。こんなことあります。本当、あれマジか、あれじゃないんじゃない。いや多分ないから。面白すぎるんですけど。どう、あれあれどう、これ、あ、でも BS のディンプルだね。これですね、これだね、刺さったんだ。うんわ、ま、なるほど、なるほどじゃないよ。なるほどじゃない、試練が来るね。心を落ち着かせてます。これこれこれちょっとだけあれした、ちょっとだけ跳ね返した今。いや、やっぱ試練だな。試練。そう簡単には、欲しいものは手に入らないっていう。いや、でもガクさんの結局どこにある。いや、まだ分かってない。あったあったあった、あるある。ああ、ちょっと際どいな。木が邪魔か、あとはゾーンがあるか。すごいコースですね。いや、なんかあれですね、いい勝負になりそうですね。いや、これは打ってこないと自分の。っていうか勝負が面白すぎますね。6番やんで、あの下のスペース、はい、にをランニングで行って。結構狭いスペースですよね。狭いですね。あと高さが出たら終わりなんで、うん、ちょっと泥っぽく入れて、あんまりこうポンないようにポンと上がらないように。まあちょっと土手に当たってもいいぐらいの感じの低さで出さないと。いきます。お、うまい。おー、どこ行った？うまい。全然見えない。いいところ。もうしょうがないね。もうしょうがないですよね。しょうがないです、しょうがないです。一番やっちゃいけないやつ当てることですね。そう、当てることだから、もう、そうそう、だからもうあの前の土手に当たってトーンでもいいから、うん、とにかくグリーン手前まで、うん、よしよしよし。うまい。めっちゃ保険も入ってる。保険が入った。しかもあれ奥行ったらもうまた寄らないですからね。ね、うん、そんな空気感したから、とりあえず奥やめようと思って。はい、深追いしない方がいいな。深追い禁止ですね。深追い禁止でございます。カードはここでは切らないのね。カードを切ろうかな。さっき確かに2打目とは言ってましたけど、私は 100% あれをさらに埋める自信しかない。埋めるか。埋めちゃう。埋める自信だったらちょっと違うか。埋める自信しかないですね、あれは。そうかそうか。いや、もうそんなゆきちゃんにあんなね、足場の悪いとこで打たせるわけにいかないですよ。こんな感じで。どう打つんですかね。いや、あれはあれちょっとイマジネーション必要だね。そうですね、うん、もうほじくり出すしかイマジネーションないです。ほじくり出すって。いや、でもゴルフにあまりない言葉ですね。いや、でもほじくり出すんですよ、うん、これは。まあでもその表現がそうそうそう当てはまるぐらいのほじくり出し感。そうなんですよね。いや、本当にほじくり出さないと、ええ、これどうやったらこんなとこ行くんだって。まだ今のところまだ HR プロにまだこのゴルフの神がねえ。そうですね。いや、これ乗せたらかっこいいんですけどね。かっこいいとこ見せたいんですけど。乗せたらグリーン方向狙ったらもう一回多分バンカー入ると思うんで、うん、そうで、この状態で打ってバンカー入ったら多分目玉になる確率が結構高い、うん、ボールがどうしても失速するから。そうなんですよね、うん、じゃあこっち行きます、はい。どうやって出すのかがもう、うん、もうまあまああのラインに対して素直に出すしかない、はい、左側に。えい、うお、出た出た、ナイスアウト。あ、オッケーオッケーオッケー、出た出た。85ヤードピンまで、うんうん、58度のサンドウェッジでちょうどいいですね、3クォーター目で、うん、
いやちょっと噛んだ。いや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 い
待って俺こんなのやったことないよ今まで。前半戦見てた人たちどう思うんだろうか。トップにダブリのオンパレードじゃないですか。気抜いたわけでもなんでもないよ。いい勝負になるな。マジか。うわえぐいわこれ。どっちが遠いですかね。俺遠いわ。もう一回俺だわ。そんなに飛びました。えぐ、これ寄らないよ多分間違いなく。うわもうピタッとつけようと思ってね、あすけべ心が働いたわ。うわこれはマジ寄らんぞ。おい何、1,3,4,5,6 打目。うわマジか。ちょっと待って、あのショットは今日一難しい。あそこからのこのショット今日一難しい。うまっ。やばっ。よしやばっ。よしなんかあれだな、展開が目まぐるしく変わるな。これ以上できない。これがもうベストのベスト。これ以上ないっすよね。ないもうベストベスト。ワンクッション、ツークッション入れながらスピンも入れるっていう、もう無理こんなん、もう2回できないよこれ、ロブ打てないですもんね。開き直ったのが良かったね。本当にこれがまだ3打目4打目だとあそこまで開き直れないかも。確かに、もうこれ何打目だったみたいな感じになっちゃったからです今。本当目まぐるしい。目まぐるしい。ちょっと気抜いてました。そして敵はまだユキちゃん打ってないし。そっか。そう。大丈夫ユキちゃんもこれ俺頑張るから。何の宣言。俺頑張るから。ピンまで15ヤードぐらいですね。まあアップヒルなんで普通にヘッドを入れればちょっとスピン入ると思うんで、そんな難しいこと考えないで球のスピードだけイメージして打ちます。いやちょっとダフったけど。うまい。すごっ。ナイス。ちょっとダフったけど足使って前行ってくれましたね。すごくないですか。はい、じゃあゆきちゃんだねこれ。どっちもスーパーショットみたいな。うわ抜けちゃうすか。うわもう入れに行ったもんな今。王じゃないわ。あ、王じゃないか。王じゃない。ミナハカード。いやが。いやなんか逆にプレッシャーなんですけどね。いやもうプレッシャーかかってもうこの距離は、俺は外してるとこ見たことないから大丈夫だよ。まあピンに当てればいいんすもんね。はい。ナイス。ナイス。ナイスナイス。ありがとうございます。いやまあでもそういうことだもんね。目指してますって言ったらやばいですもんね、はい、ちょっと。はい、最終ホール3ホール終わってガクさん、はい、いやー打ったね。8も打っちゃって8、はい、ということでトータルが僕は5オーバー、はい、でさっきねやっぱり素晴らしいね、天才チャラプロのバンカーショットでもうこんなパットで なんだよこんなパットでみんな荒川とか。その前が打てるもの1個もなかったんですよ。まあ、難しすぎて全部打てなかったねあれね。全部打てないあれは。ちょっと過酷すぎましたね。過酷すぎた、あれは過酷すぎた。さすがにあれはゆきちゃんに打たせるわけいかないですね、ということで。、はいはい、まあ、結果的にですね、
2ストローク、2ストローク差がついての最終ホールになりました、はい、僕は逆に2ストロークビハインドになりました。はい、はい、まあちょっと最後までね気を緩めないように、はい、そうですね、まあ、ゆきちゃんのプロマイドにチェキに向かって頑張りましょう、頑張りましょう、はい、行きましょう、はい、お願いします。はい、13番ホールパー5 B グリーンなんで547ヤード、まあ、これもフェアウェイの左サイドが狙い目なんできっちり左サイドを狙っていきましょう。 OK、 お願いします。いきます。いやまあね、フォローだしね、最初ホールここそうですね、うん、ガツンとガツンといきましょう。おお、うん、えー、うわちょっと右、じゃあリベンジ、みなはらカードドライバー行ってよ、もうドライバー、はい、画伯お願いします。この流れで行こう。これはどれを狙ったらいいの、うん、一本木でいいよ、あそこに添え木のある一木でどんだけ慎重やね。違う違う、まあまあ、さっきのなんか、まあまあまあ、いいよいいよ、それがゴルフなんだから、まあ、忘れよ忘れよ忘れよあれで、こうで、待って、ちょっと待って、これはちょっと待って、ガッサー、え、待って、さっきまでの調子どこに行ったんだ？あの雪音はやっぱちょっとね、タイミング空くとダメかも。ちょっと待って。時間が空くと。あの。いちごろチャンネルの方、あのやばい、私ただのスペシャルド素人やってきたみたいな感じで、ちょっと待って、いやスペシャルド素人ないですけど、いやいいよ、そのスペシャルド素人ってコメントいいよ。左のバンカーからまあカット目に打ちたいんですけどね、であんまり突っ込みすぎると多分次あの木が邪魔になる可能性あるんで、まあちょっと確実にカットを入れたいんですけど、でもフォローがあるから多分スピンほどける可能性あるんですよね。だストレートに行くかもしれないんで、うん、ちょっとそのあたりちょっと大げさめにカット入れます。うまっ、おお、うまっ、うまい、うまっ、素晴らしい、ありがとうございます。これはね、まあでも多分こう低く出してこうスライス出していけばいいんですけど、どうしようかな。うん、見習いカード、おおお、いやでもでも僕でもゆきちゃんカード出すかな、ここは、うんうん、次アイアンでフェアウェイに出したらいいってことですか。そうそう、まずは、うんうん、イメージは1番ホールで中井さんのセカンド打ったやつ、うん、あの感じだね、あの感じ、もうあのまんまで OK、 あのまんまでいいんだ、あれで OK。 ちょっとでもね、1番よりライがちょっと悪いんですよね。まあ、悪いっていうのは下がちょっと土、そうそう、芝があんまりないから。本当だ、うんうん、本当だ、うん、しかもどんぐりまでいません。どんぐりは今どがしますわ。で無理に、はい、芝がないからって言って、うん、上から打とうとしすぎなくていいんで、はい、7番ウッドで、うん、7番ウッド、うん、いや7番アイアンにしよう。お、7番アイアン、7番アイアン、今日はアイアン使ってませんが大丈夫、絶対うまくいく。はい、固くいったぞ。え、これはあの、うん、切り株の左、あ、左、あ、はい、左の上のところ、そう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 、はい、よし、ほじゃもうちょっと左向こう、そうそうそう、ほい、落ちます、はい、おー、ナイス、最高、おお、最高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 、ナイスナイスナイス。これはいや、やっといちごろチャンネルでまともに打てましたわ。今のめっちゃ綺麗。ありがとうございます。217-213、まあ、ピン奥で、まあ、奥はダメなんで、奥ダメっぽいね、見てる感じだと。ちょっと保険かけながら4番やんでいきたいと思います。おお、どうだろう、はい、こっちでダウン、止まって止まって止まった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 183です。7番いくか、頑張ろう、よし、7番でいきます、はい、はい、もうこれ勝負かけるしかないんで。
うわー、ピンまっすぐ。え、すごいふわっと入る。あ、うわー、でもナイスオン。うわー、ちょっと止まるか。でも、いやでもすごいな。めっちゃいい。くっそちょっとあれですよね、めっちゃよく入りすぎて、うまく入りすぎた、スピンがうまく入り、ちょっと入っちゃったよね。そう、最初のちょっと初速ダンと出したかったんだけど、そこでポンと出ちゃったから上にすごいちょっとソフトでしたよね。ソフトになっちゃった。だから7って感じだったね。そう、でもあれを6番で本当は打とうと思ったけど、ちょっと6番であれ打っちゃった時に風に乗ったら終わるかなと思って、だからまあ上の風に乗ってくれたらいいなと思ったら意外と止まった、上がにしても上りのあれですよね、12-13メーターぐらいありますね。ありますね。なんかすごいグリーンだな。ノスちょっとスライス入ると思うけどな、立ってるところはそこまでスライスじゃないからどうかなっていうのあるけど、ゴー。おえ、うわー、最後重いか、最後重いか、でも打ったけどな、結構最後登ってますよね、ね、カップのところ。じゃあもう先決めますね、はい、もうウイニングパット打ってもらおう。うん、ナイスです、ありがとうございます。パーです。最後上り 10m フックライン、難しいな。ナイスパット、ナイスパットちょっとウィニングパットいきます。前ウィニングパットお願いします。いや、なんか緊張しますね。じゃあゆきちゃん、はい、応援を。じゃあ、今もうこの短時間で花粉まみれになってしまいましたけどゆきマスク3点、マスクだし鼻声だし、いやいや、そんな思いを乗せてどんな思いを乗せるんだどんな思いを乗せてるんだ、花粉まみれの鼻水まみれかいや、ゆきちゃんの思い乗せていきます、ね、はい、乗せて、はい、お願いします。乗せて、はい、頑張って、ウィニングパット行きます。頑張って、え、頑張って、入るよ。おー、よかったよ、はい、天を仰ぎましたすごい壮絶な戦いでしたね何が起きたんだぐらい、何だったんだろう。じゃあちょっと、はい、あの、はい、グリーンアンガイでやりましょう。はい、はい、4ホール終わりまして、はい、はい、見事。いや、あ、でもかぶっちゃった。かぶってる、ごめんなさい。すいません、すいません。言わせた。はい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 、4ホール終わりまして。ウィナー。おめでとう。いや、見事に。すごい戦いでしたね。すごかったね。本当に。なんかあれですよね、今日に限ってはなんかちょっとゆきさんとの相性良かったから、良かった良かった今日に限っては、いや、今日もでいいんじゃないですか、今日もでいいいや、なんかおこがましいかなって、もう終始面白すぎて、いろいろがもう発言もそうだし、うん、2人のなんかボロボロ感がまあ、あの1ホールだけなんだけどね、まあまあまあ、ボロボロだったのね。でもまあまあ、まあ良かったんじゃない、はい、まあ、それでも歩み人するっていう、いや人間らしさ、人間らしさ、いや、やっぱりビタッと決めようと思いすぎたね、あんな俺手走ったことないのにアプローチでなかなかやんない、あれはさすがに、あのカーンはそうですよね、でもその後もね、うまくアプローチをしたんだけどね、やっぱり、いや、すごかった。オーバーてか下りのこの船橋カントリーの下りのラインはやっぱ難しい、横とか下りはね、グリーンも硬いし、あのいいコンディションでやらせていただきました、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、改めましておめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、じゃあゆきちゃんちゃんと入ってあげてください。はい、はい、はいっていうのはおかしいけどいやいや、ね、あの、じゃあぜひ、はい、画伯のサイン、画伯のサイン、はい、席を、はい、ぜひサインボールを、あ、サインボールですね、はい、今の勝利者記念で、そうですね、ということで、はい、いちごりチャンネル、
またご視聴よろしくお願いします。はい、この番組が良かったと思う方はグッドボタン、あと登録を、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ということでよろしいでしょうか、プロ。ありがとうございます。早速言ってもらってありがとうございます。とんでもない、とんでもない。忘れちゃうんでしょ、はい、前回もなんか忘れてる気がしたから。そうなんですよ、いつも忘れて言ってっていう話をしてたから、はい、オッケーオッケー、はい、そんな感じ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待ってね、硬いよ、何いやいや硬い、その微妙な距離が何とも言えない。はい、いきますよ、はい。